さあということで無事放送が終わりましたけれども、ここからは、ポッドキャスト、のみ聞くことができる放送後期でございます。引き続きゲストシンガーカンダリョウカちゃん残ってもらってます。よろしくお願いします。カンダリョウカです。ラジオじゃないから映像があるから映像がいっぱい動いてますよ。映像があるな。こうだめたまたまよ。あ、そっか。ポッドキャストも映像はないよ。え、あ、ごめんなさい。いいんだよ。大丈夫です。これ YouTube、あのほら告知用に載っけてたりするやつ。今のあのじゃあ載っけないでほしいかもしれない。もうダメです。あんたそんなの通用しません。いやー、いいですね。ありがとうございました。本当にもうこれ本編終わったんで気楽におしゃべりしていただきたいんですけど。はい。どうでしたか。まず素直に感想。いやもうめちゃくちゃ楽しかったです。楽しかったです。楽しかったです。マイクガーンってなってましたけど。はしゃぎすぎ。もう一人で喋ってる時も目見ないようにしてたのに視界にチラチラ踊ってるのが入ってからもはしゃぐね。楽しいね。楽しいです。楽しいよね。基本喋り大好きなので。ね、なんかね、そう、いつもそのライブの時の喋ってるのとか、まあ、グースもそうなんだけど、はい、ナチュラルなのね。その楽しく喋ってたり元気にしてる感じが、はいはい、あの子スイッチ入れてるんだなって感じがしない。あ、いるじゃん、そういう子いるのよ、やっぱり、はいはいはい、でそれはそれで悪い子じゃないんだけど、うんうんうん、あ、この子ナチュラルに明るくて元気な楽しい子なんだな、でもちょっと影はあるんかもしれないけど、まあそれはいいとして元気な子なんだなって感じ。あ、嬉しいです。でもそうなんでしょ、実際。そうです。友達、私がえ変なおじさんですって言うのか、言ってくれるのかなと思って。そうです、私が変なおじさんですって言ってくれるのかな。じゃあそこまで気が利かなかったです。大丈夫です。そこは世代もあるしね。勉強してきます。勉強して。そうですって言ったら変なおじさんですって言うんだなと大人は思っちゃう。あー、そっか。そんなことない。そこは思わない人もいるけど。少しずつ空に近づいて、なんだか怖くなって、少しずつ空と離れた。ララララララブランコは、そんなことの繰り返し。空まで